三里古墳は奈良県に生駒郡へぐり町三里にある古墳。形状は前方後円墳、または円墳。奈良県指定史跡に指定され、出土品は奈良県指定有形文化財に指定されている。奈良県西部、へぐり谷左岸の八田丘陵から伸びる塩根状に築造された古墳である。これまでに墳丘は大きく作閉され石室も破壊を受けている。ほか、 1975年に発掘調査が実施されている。噴景は前方後円形、または円形で前方後円噴であれば、噴景長35メートルで前方部を北方に向け、円噴であれば直径22メートルを測る。噴景表面で埴輪は認められないが、一部で付近石が認められる。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で、 南西方に開口する。原質奥壁には石棚をフすという特徴を示す。石室内には、原質の組合式毛型石棺1基のほか、沿道の組合式箱型石棺1基、その他の木管4基の、計6基の埋葬が認められ、石室内からは副葬品も多数検出されている。この三里古墳は、古墳時代後期の6世紀後半引く、末頃の築造と推定される。 奈良県内では、石田付石室の3番目の確認例であるが、他2機はいずれも石田付石室が濃密に分布する木の川の流域に所在し、奈良県北部では本古墳が唯一の例になる。付近に鎮座するヘグリザキ神社を考え合わせて、木の川下流域の古代豪族の騎士との関連性を指摘する説や、南のカラス土塚古墳と合わせて、 ヘグリシとの関連性を指摘する説が挙げられている。古墳域は1975年に奈良県指定史跡に指定され、出土品は1980年に奈良県指定有形文化財に指定されている。石室手前に原室、奥に沿道。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で南西方に開口する。石室規模は次の通り。石室は 花崗岩を積み上げることによって構築されるが、現在は上半を結出し、奥壁のみが高さを保つ。原質奥壁には床面から高さ0.7メートルという低い位置に石棚を付す。石棚は木の川下流域に濃密に分布する石室構造であるが、奈良県内で石棚を付す石室は、本古墳のほか薪が峰古墳、岡坊古墳の計算例のみになる。 石室内では、原室の西寄りに、業界岩製の組合式毛型石棺、東寄りに木管、石棚上下に木管角一、沿道の原室寄りに、組合式箱型石棺、専門寄りに木管の、計六器の質疑が確認されている。このうち原室の石棺が所葬とされ、周囲から多くの副葬品が検出されている。本古墳では、 洞窟により多くの副葬品が失われている。発掘調査で検出された副葬品は次の通り、副葬品のうち特にバグは有品になる。豪華な飾りバグのセット、高い装飾性の実用的バグのセットの計2セットが確認され、被装者が2セットを使い分けた様子が示唆される。出土品は奈良県指定有形文化財に指定され、現在は 奈良県立梶原考古学研究所附属博物館に所蔵されている。ありがとうございます。